小松は神奈川県横須賀市の米が浜通に存在した料亭である。1885年の開業以来、大日本帝国海軍の多くの海軍軍人に愛好された料亭として知られ、戦後は在日アメリカ海軍、海上自衛隊関係者に広く利用されてきた歴史から海軍料亭小松と呼ばれていた。二千十六年五月十六日に火災が発生し、全焼した。 両邸小松の待合室。小松は1885年8月8日に創業者山本小松によって横須賀たどの白車聖章の海岸沿いに開業した。開業当初は白車聖章の海岸で海水浴を楽しんだ後に入浴と食事を楽しむ割烹旅館であったと考えられるが、日本が海軍力の増強に努め日清戦争、日露戦争に勝利し、 横須賀鎮守府の機能が拡大していく中で海軍軍人相手の海軍料亭になっていった。小松を利用する海軍軍人たちは小松の松にちなんでパインと呼ぶようになった。小松が立地していた多度海岸は1913年に埋め立てが行われたため小松は海岸線から離れてしまい白車聖章の継承地に立地しているという魅力を失った。 その上、第一次世界大戦終了後の強行と強行に伴い、横須賀市で発生した将棋の待遇改善を求めるストライキのため、1918年から1919 19年頃、一旦休業せざるを得なくなった。1923年になって、当時は風光明媚であった、現在の米が浜の地に新たに店舗を建て、小松は営業を再開した。 第二次世界大戦時には、第四艦隊司令長官の井上成美の要請により、1942年から1944年にかけてトラック諸島に支店であるトラックパインが開設された。1945年8月15日の終戦後、小松は一旦閉店され、横須賀に進駐した連合軍によって、横須賀陳述府から退去させられた。 新府関係者の残務整理のための事務所や外務省通訳の宿舎となったが、1945年10月には GHQ 指定料理店となり、横須賀に進駐した、主に米兵相手の飲食業を営むようになった。1952年のサンフランシスコ講和条約と日米安全保障条約が発行後は、小松は横須賀海軍施設の米海軍軍人、そして、 海上自衛隊、旧海軍関係者らに広く利用されるようになった。現在もかつて、横須賀市内に多数存在した、海軍ゆかりの料亭の中で最も長く営業を続け、大正昭和初期の近代和風建築を今に伝えるとともに、東郷平八郎、山本五十六、世内三政らの書など、多くの日本海軍関係の資料を保有していて、料亭小松は、 近代日本海軍の歴史を伝える重要な存在であった。山本悦に小松の名を与え、両帝小松の名の由来となった正松宮、秋人親王、小松の創始者である山本小松は幼名を山本悦と言い,い、1849年、江戸で官物省を営んでいた山本新造の四条として、小石川関口水道町に生まれた。 1866年、山本越は近所に住む友人に誘われ、浦賀へ向かい、そこで、吉川屋という旗子料理店に住み込みで働くようになった。天然の良好である浦賀は、江戸時代から港町として栄えてきたが、明治初年には、創建間もない日本海軍の根拠地の一つとなり、海軍関係の遠赤の多くは、吉川屋で行われるようになった。 そのような中、山本悦は海軍関係者との人脈を築いていくことになる。1875年、山田明義、山形有友、西郷嗣道らと共に、小松宮、北白川の宮、伏見の宮、山品の宮の4名の皇族が、浦賀沖で行われた水雷発射試験の視察のために、浦賀にやってきた。浦賀での一行の宿は、 当初別の場所とされていたが、見晴らしが良い一等地に立っていた、吉川屋を見た皇族らが、吉川屋での宿泊を希望したため、急遽吉川屋が、一行の宿所に当てられることとなった。その晩の宴席での余興で、山本悦は4名の皇族らと指相撲を行ったが、当時としては、大柄の女性であった、山本悦に4名の皇族たちは、歯が立たなかった。感心した小松宮が、 お前の立派な体にあやかりたい。その代わりに、わしがお前に名前をつけてあげようと言い出した。これは、園籍での小松宮のざれごとであると思っていたが、翌朝一行への挨拶にやってきた、浦賀の郡長に、小松宮が、昨晩目をつけてやったから、解明の手続きをしてやってくれと依頼をした。山本悦は、山本小松では恐れ多いと、カタカナの山本小松と解明の手続きを行った。 これが後に、両帝小松の名の由来となった。山本小松は改名後も、浦賀の吉川屋で働き続けていたが、いつしか独立を考えるようになっていった。長年吉川屋で働く中で貯蓄もできて、仕事にもなれ、さらには仕事をする中で、つながりができた海軍関係者から、これから横須賀は、日本一の軍港になる。ぜひ横須賀で開業しろと勧められたため、 独立を決意した。折氏も、1884年12月には、横須賀鎮守府が成立しており、横須賀は海軍の軍港として発展を見せていた。山本小松は1885年8月8日、20年近く働いてきた吉川屋から独立し、横須賀の田戸海岸に、割烹流館の小松を開業した。なお開業日は8の字が重なる日は、 縁起が良いとのことで特に選ばれた日であった。割烹旅館小松が建てられた田戸海岸は当時佐島を望む白い砂浜に松林が広がるいわゆる白車聖章の継承地として知られていた。この頃小松を利用した八代六郎は尺八が堪能であり、明月の晩に小松の縁側に腰掛け、月の光を受けてキラキラと光る海を見ながら、 千鳥の曲などを吹いていたとのエピソードが残っている。多度海岸に建設当時の小松は2階建て瓦原吹きであり、1階は八畳館が2室と六畳館が3室、そして料理場と風呂場があり、2階には八畳館が2室と六畳館が2室、あった。この当時の小松を紹介した、同版画や横須賀の案内書から、建設当初の小松は、白社聖章の海岸にあった。 立地条件を活かした海水浴を楽しんだ後に入浴と食事を楽しむ割烹旅館であったと考えられている。山本小松が小松を開業した理由の一つに海軍関係者からの勧めがあった。当時の日本は海軍力の増強に努めており、海軍の根拠地であった横須賀にある料亭の小松が海軍関係者によって繁盛するようになったのは自然の成り行きであった。 日清戦争前には、横須賀には、料理屋がまだ少なく、海軍関係者によって賑わうようになった小松は、日清戦争開戦直前の1893年には、1階に10条館2室、6条館1室、4条半減1室、2階に8条間2室の増築が行われた。またこの増築時には、飛びの親方として、後に衆議院議員、 低信大臣となる小泉又次郎が活躍したという。日清戦争に勝利した後、小松では次々と横須賀に外線入港する艦船の乗組員による祝勝会が連日のように開かれ、そういう中で小松は海軍主幹のクラブと呼ばれるようになっていった。この頃から小松は活放流艦から海軍軍人相手の海軍料亭になっていったと考えられる。 そして、小松は海軍軍人たちから松にちなみ、パインと呼ばれるようになった。日露戦争開戦前後になると日清戦争時よりも軍艦の数が増えていたこともあって、小松では連日のように出陣前の宴会が繰り広げられた。そして日露戦争中の1905年、小松は開業20周年を迎え、20周年を記念して百条時期の 大広間の建設を始めた。同年連合艦隊は、日本海海戦に勝利し、日露戦争に勝利すると、日清戦争終了後と、同じく、次々と横須賀に外戦入港する艦船の乗組員による祝勝会が、連日のように開かれ、小松は大繁盛した。1906年には百条時期の大広間が完成し、小松は文字通り前世紀を迎えた。 この頃になると、日本海軍の根拠地として発展した横須賀には、多くの旅館、料亭、遊郭などが立ち並ぶようになった。横須賀で小松と並んで、海軍士官たちに利用され、海軍料亭として知られた魚オもこの頃には、開業していた。海軍軍人たちは、小松のパインに対し、魚オにはやはりその名にちなみ、フィッシュと呼んでいた。 日露戦争後も日本海軍の軍備拡張は続き、明治時代末まで小松は繁栄を続けた。大正時代に入ると、小松の経営に暗雲が立ち込めるようになった。まず白車青少の海岸線を誇った多度海岸が1913年に埋め立てが行われたため、小松は継承地に立地しているという地の利を失った。さらに、 第一次世界大戦後の世界恐慌の影響から小松への客足はさらに遠のいていった。そして恐慌によって生活に困窮した横須賀市内の将棋が待遇改善を求めストライキを起こすに至り、小松は1918年から1919 19年頃休業に追い込まれ、山本小松は横須賀市内で経営していた芸者屋である山和屋の経営に専念することになった。 しかし多くの海軍軍人たちに親しまれてきた小松の閉店を惜しむ声が強かったため、山本小松は当時景色が良かった。現在の店舗がある米が浜に約400坪の土地を購入し、1923年春頃から両邸小松の再建工事を開始した。建築中に関東大震災が発生し、横須賀市内でも大きな被害が発生し、 山本小松が経営していた大和屋も地震後の火事で消失した。山本小松らは休業したたどの小松の旧店舗に避難し、百条時期の大広間は避難所として開放した。幸運にも米が浜に建設中の新店舗には地震の被害はなく、1923年11月には新店舗が完成し、料亭小松は営業を再開した。小松の新館。 内部は名木をふんだんに用いており、2階部分には160畳敷の大広間がある。1923年に営業を再開した米が、浜の小松は400坪の敷地内に建てられた、総建坪175坪、1階7室、2階3室の1室と、蔵を備えた2階建て木造の建物であった。営業再開の翌年、 山本小松は当時満十五歳であった大名の後藤直江を幼女とした。一生独身を通した山本小松は直江を幼女とする前に二度、名を幼女として、小松の後継者として育成しようとしたが、いずれも海軍軍人と婚姻したためうまくいかなかった。山本小松にとって、まさに三度目の正直であった直江は、期待に応え、平成に至るまで長きにわたって、 両帝小松を支えることになった。1925年には小松の創業40年を記念して建物の一部増築が行われた。現在も使用されている小松の玄関部分はこの時の増築で建てられた。小松では1923年と1925年に建設された部分を旧館と呼んでいたが2003年に半分解体されマンションが建設された。 その際に、旧館の構造が調査されたが、旧館は、和小屋とキングポストトラスが併用されていることが明らかとなった。1927年、山本直江は、図子の材木店の次男であった、霧ヶ谷公二を婿とした。この時点で、小松の経営は、満18歳になっていた山本直江が引き継いだ。1930年、 ロンドン海軍軍縮会議で軍縮を定めた条約が成立すると、これに不満を抱く海軍若手将校が小松に飾られていた岡田圭介記号の額を引きずり下ろし、池に放り込んで開催を叫ぶという出来事があった。小松の紅葉の間、横須賀陳府長官ら海軍の交換に利用されたことから長官部屋と呼ばれている。 1933年から翌1934年にかけて旧館の西側にあった庭園を潰して新館の建設が行われた。新館は1階部分に洋間の応接室と7部屋の和室が設けられた。応接室はかつて山本五十六らが応接に使用したと言われ、現在でも応接室として用いられており、室内には旧日本海軍の資料等が展示されている。 また7室の和室は部屋ごとに、霧、下、ひのき、カエデ、カリンなど、材質の異なる名木を用いて、室内の調度品等をあつらえ、室内の壁や装飾も華やかに作られ、小松を利用する海軍軍人を飽きさせない工夫がなされていた。中でも横須賀陳府長官ら海軍高官が多く、利用した紅葉の間は、現在でも長官部屋と呼ばれている。 新館の2階部分は二松月の大広間であり、廊下部分に敷かれた畳を含めると160畳敷きの広さである。また2階部分も床の間に黒炭の太い床柱が用いられるなど、1階部分と同じく名木がふんだんに用いられている。小松の新館に用いられている名木は、山本直江の婿である工事の実家である、図子の材木店から取り寄せたものと考えられている。 なお、新館の構造は、キングポストトラスであるが、旧館のものよりもしっかりとした構造となっている。山本直江の代となっても、創始者である、山本小松は、小松の園石に顔を出し続けていたが、1935年、山本小松は米ーを盛大に祝った後、旧館の2階部分に新築された隠居部屋に、隠居することとなった。 なお山本小松の隠居部屋は2003年に行われた旧館の解体部分に含まれたため現存しない。第四艦隊司令長官としてトラックパインの出店を依頼し、戦後は小松の従業員に対して英会話を教えた井上成美。第二次世界大戦開戦直後、第四艦隊司令長官である井上成美は山本直江に対して第四艦隊の司令部がある。 トラック諸島には可視官用の料亭しかなく、とても間に合わないので、小松の視点を出してくれないかと要請した。小松の視点についてはシンガポールに解説される話もあったが、シンガポールは陸軍が多いため勝手がわからない上に、当時まだ健在であった山本小松が井上の要請に賛成したこともあり、1942年7月、トラック諸島の夏島に、 小松の支店であるトラックパインが開店することになった。トラックパインでは日本から最初は20の30名、後に約50から60名の芸者、料理人、神裕などを連れて行き、日本国内とあまり変わらぬサービスを提供した。なお、トラック諸島の次に、ラバウルにも支店を出す予定があったが、戦況の悪化によって中止された。 トラックパインは1944年3月30日に空襲に遭い、従業員に犠牲者が出たことにより閉店となった。戦後間もなく小松を訪れた井上成美はトラックパインの開店を依頼したことについて山本直上に手をついてわびたと伝えられている。これより先、戦況の悪化が感じられるようになった1943年4月、小松の創始者である、 山本小松は94歳の天寿を全うした。小松に残されている海軍軍人の書、右より東郷平八郎、上村彦之城、鈴木寛太郎、与内光正の書。1945年8月15日の終戦後、小松は一旦店を休業した。同年8月30日には横須賀に連合軍が侵駐し、横須賀鎮守府も接収された。 その結果、鎮守府の残務整理を行う部署も横須賀鎮守府庁舎を追われることになり、休業していた小松に移ってきた。やがて小松は外務省の職員も宿舎として利用するようになった。鎮守府の残務整理が行われ外務省の職員も利用する小松には、連合軍の関係者もやってくるようになった。おさらぎ次郎の1945年8月30日の 日記には海軍と共に出来上がった店主人が帝国海軍と運命を共にしたいという、台を変えた人は経営すると述べられている。両帝小松の料理小松に出入りする連合軍の関係者の中には、米軍の憲兵もいた。山本直江は憲兵の隊長に小松の営業再開について打診をしてみたところ、隊長から横須賀には連合軍兵士の健全な遊び場がないことが、 悩みの種であったので、小松の営業を歓迎する、胸の意見が出されたことが、きっかけとなり、熱湯タンクと流しの整備を行うことを条件として、小松の営業が認可され、1945年10月、横須賀の GHQ 指定料理店、第1号として、営業を再開することになった。また小松側としても、アメリカ軍人に、 こんなところで遊んでいたから日本は負けたのだと言われないために小松は敷地内にグリル、ソーシャルサロンを整備しバンドを入れて連合軍兵士らに対応できる設備を整えるなど戦争末期から終戦後の混乱で荒れていた小松を整備していった営業を再開した小松はアメリカ海軍士官らに受け入れられていった従業員に対する英語教育が必要となり 終戦後横須賀市内の長井に陰性していた井上成美に依頼することとなった。井上は海軍が人方ならぬ世話になった料亭小松からの依頼を開拓し、小松の従業員に対して手作りの教材を用い、すき焼きはいくらですなどというような料亭で役立つ実用的な英会話を教えた。1952年にサンフランシスコ講和条約と 日米安全保障条約が発効した、この年、講和条約の発効を記念して、小松は、旧館の1階部分をキャバレーに改築し、アメリカ軍人やアメリカ軍人と共に来店する、日本人相手のサービスを提供するようになった。この頃になると、小松に、旧海軍関係者がよく姿を見せるようになった。1955年には、小松は、創業70周年を迎え、 新館に河原武器二棟五部屋を増築した。小松跡地横須賀は戦後、米海軍ばかりではなく海上自衛隊の重要な根拠地となっており、旧海軍の伝統を引き継いでいる。そのような横須賀の領定として唯一残っていた小松は、米海軍や横須賀の海上自衛隊でも広く利用され続け、旧日本海軍の海軍領定としての伝統を守り続けていた。 2003年には旧館の約半分が解体されて、マンションが建設されたため、戦後キャバレーとなった部分などがなくなったが、大正末に建設された玄関部分や名木をふんだんに用いた新館は21世紀に入っても健在であった。また、多くの日本海軍軍人に愛好されたため、小松には海軍軍人の書など、日本海軍の歴史を知るための貴重な資料が数多く、 残されていた。しかし、2016年5月16日、火災により全焼した。ありがとうございます。